それこそ旦那さんは研究者なんですけど、はいはいはい、彼は全然こういうアウトプットするタイプじゃなくて、うん、あの自分の中で完結できる人で、うんうんうん、本当にあのザ・研究者って感じなんですけど、はいはい、でもすごいですよ、情熱私と変わらない、その生き物に対する熱量、うんうんうん、静かに燃やすタイプかそうじゃないかっていうだけなんですね。そうなんです、うん、でもガンガンね外に発信していくのもすごい面白かったけどね。なんか結構旦那さんもその水生系の生き物の研究者さんらしくて、ちょっと割れてる音が、あ、そう、あ、じゃあ大丈夫、その辺見たら大丈夫、うん、なんかね今日磯でたまたま初めて、はい、あの研究してる姿を見たんだけど、もう子供よりも、 もう目の近さが地面に近かった、すごいもうへばりつくように、全然レベル違う、もうずっともう旦那さんの方が言っても大丈夫、何の研究してるかは、あ、大丈夫だと思います。なんかカニの研究してるんだって一緒に、はいはい、人手とカニのコンビ、人手とカニのコンビなんですね。そう、もう本当にね両手カニみたいになっててこうカニを両手でつまんでこう目の前に持って、やっぱね見すぎてそっちになってっちゃう、そうそう、見ていってる、だんだん見ていってるような気がした。なるほどね、いやでもそれはそうだと思いますよ、やっぱりそうなのかな、うん、そうなんだ、研究者ってね、やっぱでも通じるものあるんだなって、ね、うん、でも劣等感と罪悪感ってさっきの話に戻っちゃうけど、うん、こう確かにすごい分かる気がして、好きなことを発信したい、その、ね、好きなことを言いたい自分と、こうプロとして言わなきゃいけない自分があると思うんですよ。真面目な一言多分それって思うと思うんですけど、それはひょてちゃんの中では一応答えは出たんですか、ノリなんかこう折り合いのつけ方っていうか、うん、あの結局は許しが必要、許可が必要なのは自分にだけなんだなっていうのは気づいて、多分だから何かやりたいけど誰かに反対されてるとかあったとしても、実はその自分がやるってことを許可してないのは自分だけで自分さえ自分に OK 出しちゃえば実はやれるんですよ。なるほどね。そうだから私も自分に、ひとてちゃんやっちゃえよって、大丈夫だよってやっちゃえよ、博士じゃないけどいっぱい言っちゃいなよって、うん、許可できたから、はいはい、今があるというか、なるほどね、うん、なんかもっといっぱいこうあれですもんね、正しい知識をっていうのも大事だけど、うん、もうまずは人手を好きになってくれる人を増やすのがひとてちゃんの役割だから、うん、っていうところですよね。そうね、でね、私にしかもできないってこともあるだろうし、うん、ね、うん、それこそ子供得意だから、うん、わーわー言ってたみんな喜んでる、ひとてちゃんこれ、ひとてちゃんこれ、そう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 、見たこともない生き物もそう、あの怖いな、貢ぎ物がいっぱい水槽の中すごいことになってるね、数百匹みたいな、うん、こういうお母さんすごいよな、いたら、いや本当だよね、家とか水槽だらけ、どんな家に住んでるんですか。あ、家でも普通ですよ。あ、でも水槽は1個あって、そう、取ってきた生き物を飼育してもちろん、うん、観察とかしてるけど、あ、でもね、譲る、家一応一軒家なんですけど、うん、建てるというか買うときに譲れなかったのがやっぱお庭、お庭どうしても好きで、うん、やっぱ生き物は別に海の生き物以外も自然全部好きだから、うん、はいはいはい、そう、庭があって幸せ、うん、そう、え、虫とかも好き、あ、大好き、うん、全体的に好き、動物とか虫とか何でも苦手なものとかないですか。うん、ほとんどないと思うね。ほとんど、うん、ゴキブリとかもじゃ大丈夫です。ゴキブリとかも別に触りたくはないけど嫌いじゃないよ、なるほど、うん、生き物として面白いな、あ、そう、あ、でもね、海の浄化力みたいなのなんか感じてて、海って塩水じゃないですか、はいはいはい、だからなのか何でも触れるんですけど、うん、陸上の虫とかは別に触りたいとは思わない、なね、好きだけど見てるのは楽しいけど、バイキンがついてそうに見える、そう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 、確かにね、海の生き物って別になんか汚いとか思わないじゃん、思わない、うん、そうだね、うん、海の方がやっぱ逆に怖くて、どこに毒持ってるやついるかわかんないし、上下左右というか空間で気をつけなきゃいけないから結構怖い、四方八方から来るから ね、 ね、そうそうそう、どこに行くか分かんないもんね、だからそれはやっぱりもう汚い色でやるしかないんじゃないですか色を変えてやるしかないんじゃないですか、あ、そうね、
そう、全身の体毛という体毛を金髪ブルーカラーにしてやるしかない。こっちがあいつやべえぞって、こっちがむしろ毒持ってるぞって言うしかないですよね。俺海に住むの大したも背骨がないですから、ね、背骨ない。海に暮らしてたらだんだん骨なくなったなるほど。じゃあ背骨ないラジオで今日はお送りしてきましたけど、やっぱりそうですね、なんかこれ聞いてる人とかに、まあ、ひずちゃんから最後になんかアピールしたいこととか言いたいメッセージみたいなのがあれば。あ、宣伝とかでもね。宣伝とか、はい、これ YouTube なんで。ああ、そうなんですね、はい、YouTube チャンネル私もやってるので、あの更新頻度ちょっとあんまり高くはないんですけど、はいはいはい、あの一個一個結構心を込めて。 あれは勝手に筑波大使と、そうだ、そう、大使と一緒に出てるんですか。そう、磯採取一緒に行って、ね、いろいろ説明しながら撮った長い動画があります。あ、でもいい、面白い。そうなんですか、いい教材になります。はい、マルチぜひ見てほしいなと思います。ちょっと寝るときに枕元で流そうと思う。絶対すぐ寝るじゃん。ちゃんと見てる。ということで、ひとでちゃんまた来てくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。